上にあの一番3階の部分ですね、はい、あそこに変額かかってますね、はい、あれはね当初一番最初の時は五個松天皇一休さんのお父さんですね、この方が書かれたそうです。ここ当然これは焼けてますんで、ここありますね。で、明治の時、これの1代前のものは、あの2階の部分からずっとこっちの北条の方に向かって、廊下が、運転チームにいた廊下があったそうですね。そこから上に上がっている人が眺めている姿が写真に撮られてますので、間違いないです。はい、で当時 の, もあの最初の門とはかなり形が変わってます。まあ、一応神殿造り風、それから武家書院風、カラー風というのがお寺さんですけど、一番目に埋まっているのが嬉しい。